なのか、それとも緑なのか、どっちなんだ。あやふやなものははっきりさせたい。夕暮れ時の商店街の雑踏を通り抜けるのが面倒で、踏切渡って止まりして帰る。放課後の教室は苦手だ。その場にいるだけで分かり合えてるよね。話し合いにならないし、しらけてしまった僕は無口になる。言いたいこと言い合って解決しようなんてラケンテクすぎるよ。誰かがため息をついた、そうそれが本当の声だろう。黒い筋その僕だけがいなくなればいいんだ。そうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。どいたて同じ色に染まりたくないんだ。薄暗い部屋の明かりを消えるターニングって一体いつなんだろう。スマホには愛のない過去だけが残ってる。人間関係の答え合わせなんか僕にはできない。そこにいなければよかったと後悔する。人生の大半は思うようにはいかない。納得できないことばかりだし、いろんなこと諭されてたけど、それならやっぱ納得なんかしないまま、その度に何度も唾を吐いて噛みついちゃいけませんか。 No 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 全部僕のせいだ。白い羊なんて僕は絶対なりたくないんだ。そうなった瞬間に僕は僕じゃなくなってしまうよ。